南谷寺は東京都文京区本駒込にある天台宗の寺院。三号は大聖山。陰号は東朝院。大聖山東朝院南谷寺と称する。当時の不動明王は江戸五式不動の一つ目赤不動として知られる。当寺院は元那2年に比叡山の南谷にいた万行立志によって開かれた。彼は熱心な不動明王の信仰者であった。 言い伝えによるとある夜、伊賀国の赤目山に行くよう夢でお告げがあり、赤目山の山頂で祈願していたところ、天から一寸二分ほどの黄金の不動明王像を授かったという。その後、江戸、下駒込の地に世を結び、不動明王像を安置した。この不動明王に対する人々の信仰は厚く、多くの参詣者が訪れた。この不動堂の前の坂道は、不動坂と呼ばれ、 現在は、銅坂と呼ばれている坂である。寛永五年高狩りに訪れた三大将軍、徳川家光によりそれまで、赤目不動と呼ばれていた、当時の不動明王を、目黒不動、目白不動にちなみ、目赤不動と呼ぶように言われ、かつ現在の地を与えられ、大青山登場院と合するようになった。天明八年に、上野の寛永寺の時期末寺になると同時に、南谷寺の寺号を与えられた。 その後1945年に第二次世界大戦による戦災で本堂、不動堂などが消失したが本尊は名を逃れた。戦後、本堂や不動堂が復興され現在に至っている。本尊は阿弥陀如来と目赤不動明王。現在の道坂道坂は道坂とも書かれる通り、かつて赤目不動の安置されていた道坂上には近年まで目赤不動跡と呼ばれる。 不動堂が存在していた。こちらも一度戦災で失われ、その後、堂は再建された。戦後の東京を舞台とした中井秀夫の小説、虚無への供物では、目赤不動の再建予定地として紹介されている。しかし1983年に南谷寺の不動堂が再建されると、旧石地は五色不動としてのランドマークの役割を終え、1985年の 区の土地整理の際に取り壊された。2011年現在は駐車場となっている。目赤不動の旧地には日元地蔵が建立されていたが、取り壊しの際に近くの特原院に移された。南谷寺、東京トリップ。ありがとうございます。